世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。私はね、本家のね、本物の貴族でもあるんですけれども、普通の人間と違ってですね、重圧が非常に多いです。大統領とか、総理大臣とか、もっと多いですね、重圧が、ものすごく多くて、この世というのは非常に重圧が重くなりまし、重くてですね、これがちょうどベストなんですよね。で、軽いとね、非常に曖昧に動いてしまったりとか、意味のないことで、動きやすくなるんですね。ただ、この重圧は受けられるのは、私しか受けられないんですね。本物の貴族の私だけなんですけどね。例えば、YouTube でね、普通ですと、大物なんで、1年間で、3億円ぐらい稼ぐんですけども、それだと簡単すぎるということでね、あらゆる人間たち、宇宙全体がね、圧力かけて、そんな簡単に普通の人たちと同じようにね、簡単に、稼いだら体が滅んでしまうよということなんですね。それで、また私のお金の使い方、大事に使うんでね、普通の人の10倍、20倍、30倍のもの、価値を、お金の価値を良くして使うんで、3億円稼いでも、ね、300億円とか、ね、実際、手に入れて使うのと同じですから、人間たちも大変なわけですね。私の注文というのはね、何でもその価値観が高くなります。私自身もそういうふうに確実にね、動いてますから、YouTube でアップリングで、私なんかもう2000本ぐらいしていますけどね、週に1回とかアップリングしないでね、1億円以上とかね、そんなの結構やたらと多いし、1日1回でも年収が1億円以上とか結構多いですけど、そんな簡単なことでお金ね、手に入れて、何になるのかというわけではないんですけどね、狂っちゃいますね、簡単すぎちゃってね。結構そういうところ多いけれども、ただね、悪いことではない、悪いことしてるわけじゃないんだから、いいんでしょうけども、ただ、そんな簡単にお金を手に入れちゃうと、もうなんかいい加減でしょうね、お金の使い方がね。それは非常に捨てるようなことなんで、そういうのはちょっと良くないですね。しっかりしたものを、豪邸を買うとかね。なんかもう全部捨ててるみたいで、そういうのはちょっとにお金あげるのはダメですね。ちゃんとした立派なね、豪邸建てたりとかね。ね。ちゃんとしたね、外国にいいところの土地、家を買ってね、別荘を建てるとかね。国内なんかでじゃなくて、ちゃんとしたところですよね。そういうんだったら、わかりますけども、なんか全部捨て回ってるっていうのは YouTuber 多いんですよね、それね。これはダメですね。お金あげちゃダメですね。お金の大事さは分かんないっていうのは全然ダメですね。稼いだら簡単にお金が手に入るからですよね。だから、使う時もいい加減にね、捨てるような感じで何でもかんでも使うんです。これはダメですね、そういう YouTuber はね。これ非常に私、YouTube はひどすぎてね。で、
ちゃんとした外国に高級な別荘を買うとかね、そういうのをちゃんとお金の使い方をね、正しく使うような方を見せないとね、でちゃんとお手本になる人が出てこないと簡単にお金手に入ってんだから、 YouTuber の人ね、言うなら汚職みたいなもんですから、アクセスもね、だけどもちゃんとしないとね、無駄遣いするというのは非常に、また投資で捨てちゃったりとかね、稼いだりいっぺんでなくしたりとか、そんな人もいますし、いい加減にお金が入って、簡単にお金が入る YouTuber のね、場合、そういうふうに、しっかりね、していただきたいということですね。で、僕ちょっと朝ごはんで、ね、赤飯でね、もち米だけの、ね、赤飯ね、ちょっと、赤飯、朝ごはんなんですけど、これね、もち米だけなんですよ。もち米だけで作る、100%もち米で。普通3分の1くらいはお米なんですけども、パサパサになるの。ご飯だと。だから、もち米、朝ごはんなんだけど、今7時ですね。100%のもち米。これは朝ごはんですね。これ1.5合あるんですね。全部で3合だけですから。で、まあ仕事準備しておりましてね。まだ入ってません。今7時ですね。10月4日ですね。私も今月還暦になりました。60歳、10月17日、還暦になりました。どうも、そんなことで、朝の販売は先生です。